ところがここにきてですね大きな変化が現れてきてですねそれどういう変化かというと気候変動対応をすればそれは企業にとってプラスになるさらに言えば経済全体でも気候変動対策を積極的にやることが結果的には経済成長のスピードを高めることができるかもしれないという議論が表に出てきたわけですね。 伊藤ですすよろししくお願いします今日はその気候変動問題について少しお話しさせていただきたいと思います。まあ、世の中では SDGs 投資ということで,です、ね、気候変動問題だけじゃなくてより広い範囲であの議論がされていますけれども、まあ、とりあえずはその気候変動問題でまずお話しさせていただければ他のケースについてもです、ねまあ、同じような議論をできるんじゃないかなというふうに思っています。 今でもないことなんですけど、2021年ですね、昨年1年間でですね、この世界でいろんなことが大きく動き始めてですね、これは単に政府の政策のレベルの話だけではなくて、もっと重要なことは、企業のですね、投資行動だとか、あるいは一般の投資家のですね、企業に対する見方についても非常に大きな影響が及んでくるということだろうと思います。 でご存じように気候変動問題ですねあの昨年コップ2 6ということで、まあ、主要国の間で,です、ね、大きな前進があったわけですけど日本の国内的に見るとですね、まあ、一昨年の10月に菅総理が2050年までに日本も実質あのカーボンゼロつまり温室効果ガスのです、ね、排出を実質ゼロにするという目標を掲げてですねこれが大きなあの出発点になったわけです。 多くの企業にとってみると、えー、気候変動問題は非常に重要ではあるけれども、2050年までにですね、カーボンゼロにするという目標はですね、これまでの相場感よりはかなり進んだものとして強く受け止め,止められたわけですね。で、さらにその後、えー、昨年になるわけですけど、えーまあ、4月にアメリカでですね、気候変動サミットというのが行われて、で、世の中の議論はですね、2050年目標から 2030年目標、つまり2050年にカーボンゼロを実現するためには、2030年までにどういう目標を作らなきゃいけないかということに集中したわけで、日本の場合には2013年比で46%削減という目標を掲げたわけです。で、この2030年目標というのは非常に大きな意味があるわけでですね、2050年というとですね、28年後の話になるわけです。 まあそれまでにいろんなことを実現するためにはですねまあいろんな技術革新だとか新しいものが出てくることは期待できるわけですけど、まあ、2030年目標というとですねもう8年後の話になるわけで、まあ、日本でいうと8年後までにですね2013年比で46%温室効果ガスの排出を削減するということになるとですね、まあ、これはあの今ある技術とか今ある手法でですねまあいわゆる計画的に かなり無理をして進めていかなきゃいけないということになるわけで,すでこうしたことがですねまあ企業行動にとってどういう意味があるのかということに対して一つ重要なポイントというのはこの気候変動問題に対するですね世の中のそのまあアプローチの仕方というのが大きく変わってきたということなんですねでこれまではどちらかというとですねまあ供給サイドを中心のまあアプローチであったわけ、まあ、具体的には 経団連だとかあるいはあの政府とかですね、まこういうところがいろんな産業の方々と相談しながらですね、ま産業ごとあるいはその結果としての企業ごとの排出削減の目標をまあ構築してですね、えそれをどうやって実現していくかという計画を立ててまあ一つ一つま手を打ってきたわけです。例えば鉄鋼で見ればどれだけそのまあエネルギー効率を上げていくのかとか。 あるいは自動車で行くとですね、一台あたりの排出量をどうやって抑えていくのか。まあ、さらに言えば、ハイブリッドとか電気自動車にどういうふうにシフトしていくのかとか。あるいは電力で言えば、えー、石炭から石油、石油から天然ガス。そして可能であれば、えー、まあ再、再生可能エネルギーにですね、どうやってシフトしていくかということを産業ごとにこうやっていくわけです。で、こういう産業ごとの供給サイドのアプローチというのは、 極めて重要ではあるんですけど、まあそれだけでなかなか目標が実現達成できないというのが多くの人が理解しているところで、まあそこで需要サイドからのアプローチということが大きく問題になってくるわけ。で、この需要サイドというのは、もちろん一般の国民がですね、CO2 を削減するような、えー、につながるような行動を進めていくということもあるんですけども、 もう少しあの、えー、効果を早急に持たせるためにはですね例えば金融におけるグリーンファイナンスだとかあるいは企業の行動をですね、まあ、いわゆるその監督するっていうんですかコーポレートガバナンスによって株主がですねあるいは投資家が企業の行動をです、ね、チェックするというようなことを仕組みの中にきちっと入れていくということが重要になってくるわけです。そしてこの議論の延長線上にはですねカーボンプライシング特に その中でもですね炭素税と言われているカーボンタクスが一番強力になるわけですけど税金や価格を調整することによって、えー、温室効果ガスを、まあ、排出するような経済活動をする企業にとって見たら非常にマイナスになるような仕組みを導入しましょうということになってくるわけです。でこういうふうにしたことを通じてですねこのいわゆる気候変動問題についてですね大きなアプローチの違いがあるということに我々は理解しなきゃいけないんだと。 10年前とか15年前であればですね、この時期にも気候変動問題に対しては非常に大きなあの問題意識があったわけですけど、どちらかというと、温室効果ガス対策をしなければ、気候変動が大変なことになってですね、我々の住む地球は大変なことになると。気候が変わって大きな嵐が起きたりですね、あるいはその水面の温度が、のの水面の,面の高さが変わったりと。 まあ、いろんなことを足し合わせるとですね気候変動問題が本当にひどい状態になるとですね、まあ、我々は大変大きな損失を被ることになると。でそうしないためにはですね今から着実にコストをかけてでも、まあ、温室効果ガスを排出しないようにするべきであると。えー、まあ少し乱暴な議論なんですけど、えーまあ、ちょっと単純な言い方すれば何も対応しなければ10年後20年後にですね GDP の20%も30%もあるいは場合によっては もっと大きな損失を被るかもしれない。で、それを防ぐためには今から GDP 比で1%か2%ずつ着実に温室効果ガス対策をするんだというのが、まあ、10年前、二0年前のまあ考え方だったわけですね。まあ、要するにコストはかかるけどもやむを得ないという立場だったわけです。ところがここにきてですね、大きな変化が現れてきてですね、それはどういう変化かというと、気候変動対応をすれば、それは企業にとってプラスになる。 さらに言えば経済全体でも気候変動対策を積極的にやることが結果的には経済成長のスピードを高めることができるかもしれないという議論が表に出てきたわけですね。例えばあのヨーロッパの EU はですねポストコロナコロナからの回復のためのですね経済を活性化するためにですねグリーンディールというものを掲げているんですけども 例えば電気自動車にこうシフトするためにいろんな技術に投資したりですねあるいはその、えー、再生可能エネルギーにですね大胆に投資して電,電源をですね炭素、えー、燃料からです、ね、再生可能エネルギーに大胆にシフトしていくとかあるいはそのデジタルによってですね半導体その当の分野でですね積極的に投資を進めていくとこういうことを政府が積極的に進めていくことによって結果的に 経済が非常に強成長するようになるだろうということを期待を込めてグリーンディールというふうな言い方をしているわけですけどもこの考え方の中にはですね気候変動対策に積極的に取り組むことは必ずしも成長にマイナスではなくてむしろプラスになる可能性もあるんじゃないだろうかという議論が出てきたわけですまあそういう意味でその現在のですね気候変動対策あるいは先ほど言いましたようにもっとよりひどく SDGs 投資も含めてですね こうしたものはです、ね、実は経済にとってあるいは企業にとってプラスになるような面が非常に強いということが大きな変化になってくると思います。